ラムーア郡はアメリカ合衆国のオセダコタ州の南東部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は4139人であり、2000年の4701人から12.0%減少した。郡庁所在地はラムーア市であり、同郡で人口最大の町でもある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 群域全面積は1151平方マイルであり、この内陸地は1147平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は0.32%である。クルム市民空港が群内にある公共用途空港であり、クルム市中心事業街の北東一海里に位置している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中。 ノースダコタ州の法人化された自治体は、その大きさによらず全て地になる。アメリカ海軍はこれまでラムーアカウンティと命名した2隻の戦車揚陸艦を収益させた。最初のアセスラムーアカウンティは1945年1月23日に収益し、1959年12月7日まで現役だった。 二番目のアセスラムーアカウンティは1971年12月1日に収益し2000年11月17日まで現役だった。ありがとうございます。